2番手山本直樹、ただその山本の後ろゴールからスタートしました岩佐歩がやってくる。後ろにぐーっと近寄ってきますが、ここはまだ1コーナー進入することはできません。さあ岩佐も山本の後ろテールを捉えてきた。ただ簡単にはオーバーテイクを許しません山本直樹。ここは経験豊かな山本直樹、この現状の中でさあただ一気に来た、一気に来た、おお抑えた、ここは仕掛けます山本。さあただもう一度狙いに行く岩佐。いや今一瞬の隙、岩佐逃さなかったんですけれども、ただすぐに反応しました山本直樹も見事、最終コーナーからホームストレートへ。さあ後ろについて早めにかわした岩佐歩夢、両者そうはさせない山本、はい、OTS は使えない、まあ、この辺り上手いですよね山本選手。坪井翔が先に大高くの進とのバトル、そして前では岩佐歩夢、クロスラインでいく、クロスラインでいく、そしてその後ろは坪井翔が前だ、パス、さあ坪井パスが出ましたね。2つのバトルが同時に展開、山本も懸命にその2番手を死守せんと、後ろからタイヤフレッシュな岩佐歩夢、さらには坪井翔、この辺りの追撃攻撃をどうしのいでいくか。山本直樹にスーパールーキー岩佐歩が挑んでいく。さあ後ろついたぞ、後ろついた岩佐、アウトに振る、アウトに振る、山本はイン抑える、岩佐がここで前に出るか、山本もギリギリ抑えに行こうとするが岩佐歩がここでパス、ディフェンスを見せてきました山本直樹ではありましたけれども、ここは岩佐に前行かれてしまいます。しかしここまでの走り見事。岩井選手、解説お願いします。お願いします。岩佐選手と山本選手のバトル長かったですね。ですね、もう見てるこっちがヒヤヒヤドキドキするようなバトルでした。あんだけテールトゥーノーズでバトルし続けるって、あれドライバーはどういう心境なんですか。このスーパーフォーミュラに出ているトップドライバーだからこそできるバトルだと思います。本来あれだけ長いテールトゥーノーズっていうのはほぼ見られない、すごく貴重なバトルだったと思います。岩佐選手のアグレッシブさというか気合の強さっていう部分をすごく感じたのと、若さだったりアグレッシブさをうまく絶妙なライン取りでかわしていく、こうベテランの山本選手のうまさっていうところが織り交ざった本当にいいバトルだったなと思います。年の差でいうと2001年生まれと88年生まれの対決ですからねきっとカートとか今までのキャリアで出会ったことも基本的にはないんだろうなと思う中で、あれだけのバトルができるっていうのはお互いの走りを知らなくても信頼し合っているからこそのバトルだったのかなと思いました。右に左にもう岩佐選手はいけるぞっていう、はい、アピールがすごかったと思うんですけど、やっぱ追われてるとドライバーとしては嫌なものですか。よくねカートの時なんかは後ろを見るたびに自分のラップタイムが落ちていってしまう、まあ、フォーミュラーの場合はミラーをタイムアタックする時にはできるだけ後ろは気にせずに前だけ見るっていうことがもちろん集中力が高まるので、このミラーを見ながら後ろを気にしながらなおかつ自分のレコードライン、ライン取りっていうのを、まあ、スピードを落とさずにラップタイムを保ったまま走るっていうのは相当なテクニックだと思うので、まあ、結果的にタイヤの状態も違って岩佐選手が前に行きましたけど、山本選手が5周も耐えたっていうのはかなりの技を見せてくれたなっていうのが印象です。片や岩佐選手はまだ2戦目ですけど、あんなことができるっていうのは三浦愛さんにはどういうふうに映りましたか。いや、さすがだなと思いました。インタビューを聞いててもそうだし、走りを見ていても全ての行動がこう物怖じしていないというか、もちろんヨーロッパで戦ってきたっていう自信もあるでしょうけど、これだけのレベルのドライバーたちと一緒に走るって普通はちょっとやっぱり緊張もするしドキドキもするし不安もあると思うんですけど、そういうのを、ね、ほとんど見せずに戦っている姿は本当に立派だなと思いますし、駆け引きなんかも若いアグレッシブさも感じつつ、
山本選手の絶妙なラインの中でのもう隙間をとにかく見つけよう見つけようっていう、そういう気持ちが伝わってきて、これからがすごくやっぱり楽しみだなと思いました。今回2位で悔しい思いをしているので、次戦スゴーも、まあ、ヨーロッパにどちらかといえば近いようなアップダウンの大きいテクニカルなサーキットなので、彼もきっと楽しみにしているんじゃないかなとも思いますので、はい、次戦本当に楽しみです。